ミニ四駆ジャパンカップ東京大会。いやー、東京大会の開催久々だなー。何でもできるはずだろう。その手のひらごと温かい今また目移る光すべたわ。ということで今回からジャパンカップに向けたマシン作りをしていくんですが、まあ何せ発表から2週間後の大会っていうと一から作ってる時間はないので、今大会は過去に作りましたミニ四駆初心者的ガチ四駆でいきたいと思います。まあただこれを大会に出そうとしても何ら対策がないので、一旦はこのスペックで最初の難関2レーンのレーンチェンジを見ていきましょう。さすがにハイパー無理か。ああまあこんなもんか。ライトダッシュでもまだ早いかな。はい、ということでレーンチェンジ見ていきましたが、コースアウトの仕方としては以前にやった AR マシンと似ているところがありますので、マシンを少しインリフトしていけばいいわけなんですが、ここで2レーンのレーンチェンジの特徴としてレーンに蓋がしてあるといったところで、この蓋に当ててマシンの挙動を修正できないかなと思って、ローラーセッティングというのをこのようにしてみました。蓋に当たって傾いた時にインリフトができるのと、ギアセッティングに関してはだいぶ偏ったセッティング、これについては他のセクションとの兼ね合いもありますが、ギアに関してもローラーに段差をつけることでインリフトしやすいようにしてみました。ではこのセッティングでまずは2レーンのレーンチェンジがクリアできるかどうか走行させてみましょう。
の動画以上となります。本番とかどうなんだろう。これくらい固めてもらわないとクリアできないんだよな。今回レーンチェンジでポイントになったのが向かって左側のフロントローラー。なるべくローラーの高さを上げて19ミリテーパーローラーを逆付けしてつけてみたところ、これがね、なんかいい感じだったね。その後で挙動修正に関してはローラーの高さを調整してみるといいでしょう。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。